大将が本営から抜け出してんじゃねえよ。なぜ動かぬ。私の心配をしているのなら無用だぞ。バカを言え。誰がお前の心配をする。ただ日にちごとにちまちま計算を立てて戦うことは性に合わん。俺の軍は走り出せば目的地まで止まることはない。明日昼きっちり敵本営に攻め入ってやる。俺の前に義家流はいないからな。一軍で入っていっても袋叩きに合うな。ガキどもは苦戦してんのか。大いに。チッ、バカどもが。やっぱりこの戦はお前の戦いにするべきだったんじゃないのか。お前が思ってる以上にこの著雍の戦いは中華の注目を。いや、お前が思っている以上だ、六尾見。あの合従軍戦を武将という面から総括すると、あれはまだ世が知らぬ傑物が二人いることを中華が認識した戦いだったと言える。一人はその狩り、もう一人は義の御方明だ。その御方明とこの私が対決することになったこの戦は、中華全土の傑物たちが注目するところとなっている。果たしてどちらが上なのかとな。だからあんなガキの策に乗らねえで、まだ力を見せきってねえ真の傑物、唐の戦にすべきだったんじゃねえのかって言ってんだ。ここお黙りなさい、六尾見。このおバカは。茶化すな、てめえ。殿は本気で今の秦王と中華を取りに行くおつもりであった。だが今の秦軍にそれに取りかかれる才覚ある武将が何人いる。まさかあいつらをここで。私はこの著雍は御方明と私の対決の場とは見ていない。私はこれから秦軍を担うべき若き才能たちが傑物御方明に挑み、その力と名を中華に響かせる戦いだと捉えている。そうさせたくなるほど今回の王本の策は鋭いものだ。不思議と才能が結集する時代がある。かつての六将しかり。バカな、そこまでかよ、あいつらが。確信はない。だから示してみようと言っているのだ。まずはこの戦で。